下に見られてた方がむしろいいよ。うんえー、今回もいきますよ。はい。はい。質問が来ました。はい、えー。ちょっと長めの質問なんで、ゆっくり聞いてくださいね。うんうん、はい。自分も虚言癖で嘘をついたら、うん、その嘘をカバーするためにまた嘘をついてしまう。あらかじめ疲れそうな質問を何パターンか考え、回答を準備してまた嘘をつく。うん、この虚言癖のせいで、えー、言い訳がすごく上手になった気がします。という質問。うん に対してコメント返ししてますね。はい。そして実はみんな騙されたふりしてあげてるパターン。<laughs> だから、あの、そう,そう。あの、巨源癖の人にお願いしたいのが、理解してほしいのが、あの、騙されてあげてるふりするのも辛いのよ。はい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 。うん<あ>。こっちがね。めんどくさいのよ。<laughs> うん。わかってるよね、もう。そう,そうそうそう。うん、あの、本当にバレてるから、うん。あの、 嘘が上手いと思ってるんだけど、うんうん、いや、もうみんな顔を見合わせてんのよ、目を。うんうん、え、え,えって、後で。あいつなんかまた持ってたね、とか。あいつこの前こう言ってたよね、とか。また吹かしてたね。でもさ、うん、なんかみんな信じてると思ってるからさ。うんうん、っていう状態であることを、 まず分かってほしいんだよね。なるほどね。ーうーん,うん、うんこう。うまくやっぱこうできちゃってると思っちゃってるもんね。そうなの。そうなの。自分が利口だとでも思ってんの。うんうん、それがちょっとやっぱり、うんうん、この人が本当の友達がいないとか、うんうん、女の子からモテないとか、人から大切にされない理由よ。うんうん そこで書いてないけどね。いやいや、理由、そうですよ。絶対そうだもん。そっか、だっていたら、このチャンネルなんか見てないですんね。うん、そうそうそう。だから、それは気づいてほしいね。そうだね。損してるよね、逆に。うまくいってると思ってるっていうのが余計ちょっと。そう。すっごく滑稽じゃない うん。だかしかもさらに相手に気を使わせてんだよ。うん。うん。あだ、まあ、ダあそうなんだ。すごいじゃんって言ってあげてるんだよ。うんうんうん。うん。そっかそっかって。うん。うん。そっかそっか。確かに。うん、うん。もったいないね。あの、いろんな意味で。頭はいい,い,いい人なのかなどうなん。うん、どうなんでしょうねう。うん。<laughs> なんか嘘をつくときってついた方がいいときじゃないですか。相手のために。 あの、相手がね、うん、気づかないとか。そう、そうそうそう、励ますとかさ。うん,う,んうん、うん、うん。嘘ってそのためにあるわけで。そうだね。うん、あのー、大丈夫じゃなくても大丈夫って言ってあげる、うん、ああいうあれでしょそう。 うんうん、だ,だって自分をよく見せたいために嘘をつくんだったら、自分をよく見せようとしない方がよく見られるわけだから。そうだね。うん、そ,うそう、そう。っこの方がいいもんね。そうなんです、そうなんです。そこを間違えているからか。あとそう、経験、例えば嘘つく人ってなんか経験豊富とか思われたいとか。そう。あとは見えとか。そう。で、それって逆効果で見えはる人とかってすげえ嫌味っていうか、自分、うん、対人間でいくと、うん、人間 相手が下の方が人間ってこううまくいくわけじゃん。下に見られてた方がむしろいいよ。うん。関係って。隙が見えるからね。そうそうそう、隙が見える。で、相手のことがよーく見えるからね。そうそう。で、裏で、この自分の方が実は上だ、上っていうのを取れるわけじゃん。裏ボスになった方がいいから。そう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 。伝わったかな俺の虚言。伝わる、伝わったかな今の嘘だけど。今の嘘だけどね。 だから、なんか、あの、逆をやっちゃってることって多いよね、うん、人間、うん。うんうん逆をやってることありますね。多いですね。ね。こっちやらない方がいいのにって思ってたけど、うん、自分の思い込みで、うん。一応やっちゃうっていう。うん。うんうん、あの、特に、プライド高かったりとか。うん。あと、親も良くないよね。ああ、なるほど。親もこれを放任してきたんでしょうね。そうだね。うん。そ 嘘ついてることに対して、あ、すごいじゃんって褒めてきちゃったんでしょ。うああ、そっかそっかそっか。褒めたんだ。うん。はいはい。よくできたね。信じることにしたんでしょうね。うん、もう、治んないから。うん。治んないっていうか、こう、つついちゃうと、実情が、ああ。わかっちゃって、親も落胆しちゃうから、もうその嘘に、一緒に生きようと、共に生きようとしちゃったんでしょうね。決心したんだ。はい。だから、親にも嘘つかせてるんでしょうね。うん 結構根深いですよ、巨兵癖の人たち。そうだね。うん。もう認めないといけないよね、一回。けど、これ、うん、認めてはいるけど、嘘ついちゃうのか、うん。そういうこと。だってバレてないと思ってるから。うん、あとちょっとだね。でもこの人は巨源癖って認めてるから、うんうん。認めてきてるからね。うん。そうするここで言えたってことはね、大事。うん、だから僕は最後の人押しだなと思って、うん、そして実はみんな騙されたふりしてあげる。はい、<と>これ一言だけど、すごい、ね。 これはすごい深い。すっごい嫌なやつでしょ。うん、すっごい嫌なやつだけど、それを買って出るっていうね。心を鬼にして。マイホームだから、ここは。マイホーム。何やってもいい。嘘ついてもいいよ、ここだったら。そういうことでございますよ。うん。本当ね。気づいてくれればいいですね、なんか一つ。これでね、いいってならないように。愛はあるもんね、岡田さんは。 いや、だって変わった方が絶対幸せだもん。うん、得だもんね。うん,うん。なんか本当そう、もったいないなって思うことが本当多い。なんか最近特に。そうね。そうね。コメントとか、岡田さんから聞く話とかでも、は、うん、もったいなっていう、うん。聞かなきゃよかったってこと聞かなきゃよかった。<laughs> <laughs> 時間もったいなっていう。<laughs> そういうわけじゃなくて、うん、あこの人ここだけ変えれば絶対いいやついそう。ねえ、そうなのそうなの,の。全てが全て嫌なやつっていないじゃん、実そう、いない。 うん。うん。いいとこあるから、いいとこだけ伸ばしはいいのになっていうような話を聞いててよく思う。ね。思うよね。本当にね。うん、うん。じゃあ、今年ももったいないを減らしていきましょう。減らしていきましょう。<laughs> ありがとうございました。はい。はい。といった感じで、我々質問をもらえればすぐに質問に答えるので、質問どんどん欲しいですよね、岡田さん。あ、質問欲しいです。 岡田、ね、さん、本当質問に答えることがもう生きがいでずっと生きてるわけですからね。質問に答えることのために生きてます。<laughs> 言わされてる感がすごい <laughs> だから、最後にじゃあ質問募集してください。はい、質問、はい、ご質問、ご相談がありましたら、えー、それを答えるために私は生きていると思いますので、<laughs> えー、どしどしコメント欄の方にあ、えー、げてもらえればと思いますけど。わ <laughs> かりました。 そうします。